皆さんこんばんは。第14回目となりました LINE LIVE 特別番組 LINE LIVE ウェザーニュース、本日の担当はウェザーニュースキャスターの山岸愛理です。よろしくお願いします。プチリニューアルで新しく始まった地域企画ご当地天気予報をお楽しみに、この後お届けしていきたいと思います。で、今回注目するのは埼玉県の熊谷市。なぜこんなに暑いのかを教えてくださいというふうにツイッターで質問がありました。コメント書き込んでくださった皆さんありがとうございます。ということで今日は宇野澤さんに解説していただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ちょっと早速噛んでしまって宇野澤さんのことを突っ込めなくなりました。あ、そうですか。はい、エルニーニョとかね、エルニーニョとか言えない宇野澤さんを突っ込めなくなりましたので、はい、今日は優しくお届けしていこうと思います。この番組はですね、ぜひ LINE ライブアプリをダウンロードしてご覧いただければと思います。うん、LINE アプリからはコメントやハートなどで参加することができますので、はい、この後も参加よろしくお願いします。はい、ぜひダウンロードしてください。はい、であとはウェザーニュースのチャンネルがありますので、そちらもフォローしていただけるとありがたいです。うん、はいはい、LINE アカウントもありますので友達登録もよろしくお願いします。さあ、ということで今回はですね、 LINE ライブをご覧の皆さんに配信している特別番組ということで、うん、先週1週間のお天気のニュースの振り返りだったりとか、うん、今週1週間のお天気をお伝えしていきたいと思います。はいはい、あとは皆さんのコメントもどんどん拾いたいと思いますので書き込みよろしくお願いしますね。お願いします。うん、埼玉推しだなって来てますけれども今日のお天気がね、あ、そうね、埼玉出身の私に合わせるかのように、はい、今日は埼玉の熊谷のお天気が注目ということで、しっかりと行きたいと思います。私もツイートした気がするんですけれども、はい、同じやっぱ埼玉で聞きたいことがあったら、やっぱ暑さっていう方が多いかもしれないです、ね、やっぱり暑さなんじゃないかと埼玉はいろいろ暑いですね。埼玉そうですよね。浦和レッズのサポーターも暑いしね。浦和レッズもそうですよ。赤い人たちがね、はい、同じ赤ですけど、まあ、同じ赤微妙に違うんですよね。微妙に違う、赤さがね、はいはい、先週負けましたけどね。あ、そうなんですか。逆転負けでしたけど、はい、あ、なんだかちょっと元気がないような気がしたのはそのせいですかね。ちょっとね、はい、はい。さあ、ではですね、ここから、LINE LIVE ウェザーニュース、まあ、各スタイルということでいろいろ宇野澤さんに書いていただきながらお天気教えていただきたいと思います。うん、ここから楽しみにしていてください。はい、さあ、ではそうですね、早速お天気番組ということで、はい、お天気のコーナーからお届けしていきましょうか。そうですね、はい、それでは一番最初は LINE ウェザーの時間です。はい、LINE ウェザー、はい、さあ、ここからは、うん、まあ、この先のお天気を確認していければと思うんですけれども、はいはいはい、まあ、まずはですね、今夜から明日のお天気からですよね。はい、行きたいと思いますけど、はい、まずはですね、こちら気象衛星ひまわりの方から見ていきましょう。はい、うん、で、いくつか雲があるんですけど、はい、一つはね、この辺の雲ね、はい、もう中国大陸の方に今ありますけど、まあ、この辺に一つこう低気圧があってですね、前線がこんな感じで伸びているんですが、うん、すぐに天気を動かすのは実はこの日本海にもやもやもやってあります。これ、この辺に雲があるんですけども、はい、こいつなんですね。うん、ここにね、小さい低気圧が一ついるんですよ。はい、この低気圧が明日はだんだんと東の方に進んでくる、今夜から明日にかけてというところ、まあ、こちらの方で天気の方が動いてくるかなと、こんな感じになりそうですね。はい、うん、まあ、低気圧が近づいてくるとですね、場合によっては雷を伴って強く降ったりとか、そういうことがあるので、うん、まあ、空の様子なんかしっかりと見ておいた方が良さそうと、こんな感じになりそうです。はい、ということで明日の天気のポイント、はい、ちょっと見ていきたいと思うんですけど、お願いします。はい、これね、ただちょっとやりたいだけっていうのも一つあるんだけどさ。え、何ですか？やりたいだけ、やりたいだけのものがあってですね、それ何かというとですね、このポイント解説というのがありまして、はい、うん、これ結構わかりやすい。はい、うん、なのでこれをベースにお話ししていこうかなと思いますが、はい、まあ、先ほどの低気圧、衛星の方で確認しました、こいつですね、うん、これ、うん、これがだんだんと近づいてきますから、東北南部か近畿にかけて、まあ、雨が降りやすいですよということで傘の出番となってます。はい、でね、よく見ると雷のサインも出てるかなといった感じになるので、うん、まあ、特に北陸ですね、はい、こちらの方は落雷突風などにも十分注意かなと、そんな状況となりそうですね。はい、で、これじゃあ明日暑いんですかというところなんですが、ちょっとそこも見ていきたいと思うんですけど、はい、
これエアコンは別にさ、エアコンついてますよね、うん、まあ、夏のエアコンですから当然冷たい風という感じになるんですけども、はい、まあ、東日本から北海道にかけて暑さ控えめで過ごしやすいですよとなってます、はい、でこれなんでかというところなんですけど、ちょっと風の流れをね見ていきたいと思うんですが、お願いします、はい、では風の流れちょっと見ていきましょう、はい、ドン。これねまず日本がどこにあるか分かりにくいかな、これ、うん、どこにあるんですかね、ちょっと見えてこないですね、ちょっと見えてきませんね、うん、ちょっと見えてこないので少し変化をつけて色を塗ってみましょうかね、はい、色を塗った方が分かりやすいかなと思うんですけど、はい、ここ北海道、これここ、あ、見えてきました、見えてきました、見えてきました、はい、これが本州という形でこう、あ、こうなってます。特に東日本から北日本の方が影響するので、うん、まあ、この辺だけでまず止めておきたいと思うんですが、はい、この緑色のまままっとしたのがですね、うん、これ風の流れなんですよ、うんうんうん、で風の流れを見るとどうもこの辺ってこういう風の流れなんですね、はい、こういう風の流れ、こうなってますね、そうこういう感じ、こんな感じということで、ちょっと海の方から入っていきますと、はい、で特に東日本から北海道にかけてというのはちょっと冷たい海の、ね、上を風が流れてくるので、うん、それによって気温を抑えられますよというところが、まあ、先ほどのポイント解説で言うとなんかエアコンが乗ってましたけども、はい、そんな状況ですよというところなんですね、はい、なので、まあ、天気というところに加えて体感というところ、まあ、この辺のところが少し、まあ、暑い時期なんでね、うんうん、逆に少し過ごしやすいかなというところあるんですが、はい、まあ場所によってはちょっと北海道の、うん、道東エリアなんかはちょっと朝冷えるなとかね、夕方冷えるなって方が出るかもしれません、はい、はい、そんな感じになりそうです。でもう一つはですね、じゃあ西はどうなんだというところなんですが、西はですね、あの夏の高気圧しっかりと入ってきます。暖かく湿った空気も入ってくるというのもあって、はい、だいぶ蒸し暑くなりそうですね、はい、ちょっとこちらはね大変申し訳ないんです、分かりにくい絵なんですけど、うん、なんだこれやというところなんですが、これ左の方、暖かく湿った空気の流れというところで西日本の方を見てみましょう、はいはい、これ色が濃ければ濃いほど暖かく湿った空気なんですよ、はい、でこれ見ると西日本全体ほぼずっとこう覆われてます、この色の濃いところに、なので、空気感としてはムシッとした暑さ、うん、で日差しも出たりするとね、かなりこう暑さが出てくるかなといった状況にはなりそうです。はい、はい、そうですね、暑さとちょっと急な雨にまた引き続き注意してお過ごしいただきたいですね、はい、はい、さあそしてこの先1週間のお天気のポイントもチェックしていければ、うん、はいはい、と思うんですけれども、はい、いつ梅雨明けんだというところが関東エリアとかね、うん、今見えてはいけないものが見えてましたね、何でもありません、何でもないですよ、何も見えてないですね、何も見えてませんね、何でしょうね、はい、まあ何でしょうね、はい、じゃあ行きましょうか、はい、じゃあまず天気図チャンネルの方で、全体の流れを見ていきたいと思いますけど、はい、主役になってくるのはねやっぱりこの辺だと思うんですよ、はい、この前線、先ほど中国大陸の方に雲ありますよと言いましたけど、うんうん、まあ、この辺が、ね、どう動いていくのかというところなんですが、これが水曜日です、はい、でそれ以降なんですけど、はい、だんだん日本付近に近づいてきます、木曜日で金曜日、東北から北海道にかけて通過、うん、で土曜日になると抜けていくかなというところなんですね、はいはい、で、もう7月も終わり31日になりますけども、うんうん、まあ、全体的に夏の高気圧がドーンと覆ってる感じでもないかなと思うんですよね、はい、うん、というのはこの辺に低気圧がちょっと顔を出していたりとか、うん、夏の高気圧がドーンと覆ってると天気図の形としてはこういう形になりやすいんですよ、はい、ここにこう高気圧がドーンといてね、でもそんな感じではないので、まだ関東エリア、ズバリはい、もう季節は夏に変わりましたというのはなかなか言いにくいかと思うんですが、はい、ただね、最近セミうるさいんだよね、結構鳴いてますよね、結構鳴いてるよね、うんうん、意外とこうセミがもう騒ぎ出してるのは、セミは何を思ってるかというと、俺的にはもう夏なんだけどさっていうことを言ってるのかなと、ということはじゃあ梅雨
梅雨明けるってことですか。まあね、一応気象屋さん的にはですよ、はい、天気図からすると少しちょっとまだおぼつかないなってこともあるんだけども、うん、まあ、皆さんの体感とかね、はい、まあ、セミもねもういいんじゃないかということも言っているので、うん、まあ、これが抜ける頃にはさっきの前線が抜ける頃には、はい、もうそろそろ宣言出るかなという感じになりそうですね。はい、なるほど、うん、ちょっとセミの下りはちょっとよくわからなかったですけど。あ、そう。まあでも確かになんかこう夏を感じる、ね、リポートなんかも最近よく寄せられますし、はい、もういいんじゃないかと。そろそろ梅雨明けの発表も聞けるかもしれないですね。はい、はい、まあ、ぜひ今後も注目していただければなと思います。はい、さあでは宇野澤さんに、まあ、明日からそしてこの先1週間のお天気について解説していただきましたが、はい、うん、ここからはアイコンの前に台風も行けますか。台風も行けますか。台風も行っちゃいましょうか。台風も行っちゃいましょうか、うん、台風今どうなってんでしょうか。でもう消えたでしょ確か。はい、はい、台風ね、本当になんかこう短くてあっという間だったイメージなんですけれども、ね、はい、現在台風が発生しておりませんと。発生しておりません。いうような状況なんですね。はい、で今年はとにかく台風がなかなか発生しませんよというところだったんですね。うん、はい、でもうちょっと先ほどの衛星画像戻っていきますが、うん、これ多分台風だったやつかな。うん、この辺のですね。この辺なんかこの辺でこう発生してクーっていって。はい、終わっちゃいましたというところなんですが、うん、でその後なんですけど確かにね、なんかいくつかこう固まってるところあるんですよ。ちょこちょこと。この辺とかね、この辺とかね。はい、でもね、これがね、すぐになるかというとなかなかなりにくいんじゃないのかなと。はい。この辺とかね。うん。うん。もうちょっとかかりそうですね。これね。うん。そんな状況かと思います。はい。はい、なるほど、うん、ね。あとはですね、はい、関東の方は結構。今年あんまりこうたっぷり雨が降っていないようなイメージがあるので、うん、ね、はいはい、ちょっと水不足とかそのあたりも心配している方って多いと思うんですけれども、はい、うん、今後どうなっていきそうでしょうかね。あのですね、先ほど前線の動きでもう夏なんじゃないかとかいろいろ言いましたけど、はい、あの前線のかかり方だと関東でしっかり雨降る感じじゃないんですよね。はい、うん、特に、まあ、特に北関東のダムのあるところ、うん、まあ、その辺に降るかというとちょっとそこまでしっかりと降らないかなと思いますから、うん、うん、まあ、皆さんこう水も無駄遣いせずにですね、節水、うん、心がけていただきたいなと思っておりますけど、もうじゃあもう大切にするしかないというわけですね。あの、まあ、あれ、あの一気にねダムを満杯にするにはですよ、うん、あの500ミリとか600ミリの雨が降らないといかんですが、うん、600ミリと言いますとですね、去年の鬼怒川決壊した程度の雨の降り方ですから、うんうん、それが一気に来てしまうとまたね災害も起きると思いますんで、うん、はい、まあ、それでも降らないことはないので、うんうん、徐々には溜まっていくと思うんですけど、はい、うん、あんまり無駄遣いしないでねと。この先1週間でもじゃあちょっとそのたっぷり雨が降るタイミングっていうのはちょっと期待はできないと。そう、はい、本当に今年なんか全然なんか雨降らないなというイメージありますけれどもね、うん、ちょっと降らないとね、降らないでいろいろ困りまして、うん、まあ、水不足でね、まあ、生活用水もあるんですけど、うん、田んぼが心配でさ、うんうん、田んぼ水とか大丈夫なんだろうかと思ったりしてましてですね、うん、はい、米は大丈夫なのか、新米ちゃんと取れるのかと、うん、だんだん話ずれてきちゃいましたけど、はい、その辺も気になるところという感じかと思います。うん、はい、気になりますね。前線は関東に届くのですかというふうに、なんかもうちょっとね雨を降らせてくれるといいですけれどもね、ほどほどにね、うん、そうね、うん、晴れもせず降りもせず、うん、曇りのイメージが強いと。ああ、そうね、確かになんかさ、晴れるなら晴れるでしっかり入ってくれっていうのはありますわな、うんうん、ところがなぜかちょっとどんよりって曇り出たりとか、うん、まあ、というのはしっかりまだ夏じゃないんでしょう、やっぱりね、気圧配置的に、うん、はい、夏の高気圧がドーンと覆ってくれれば、はい、しっかりと晴れてくれるんですけど、ちょっとこうずれてたりとか東風が入って、うん、まあ、いわゆる鹿島の風によって少し雲が広がってですよ、うん、はい、曇りがちだったりとかね、その割に雨降らないとかね、うん、はい、めんどくさいですね。そうですね、はい、まあ、ちょっと、まあ、とにかく野澤さんからのメッセージとしてはもう水を大切に使いましょう。水は大切に、はい、野澤さんはね、雨を予想することはできてもやっぱ降らせることはできないですからね。そうなんですね、たまに言われるんですね、はい、なぜ雨降らせない、うん、降らないんだと、降らないって言われてもね困っちゃうんですよね、うん、そうですね、はい、大切に出しっぱなしにして歯を磨いたりしないように気をつけてください。はい、はい。まあでもそれしか言えることがないですもんね。もうね、どうにもなん
降らないものはどうにもなんないので、やっぱり大切にするしかないって話ですね。だと思います。はい、わかりました。さあではですね、今後のお天気の、解説をですね、宇野澤さんにお願いしましたけれども、ここからは改めて全国のお天気をアイコンでも確認していきたいと思います。さあそれでは明日のお天気をですね、確認していきたいと思います。はい、明日はですね、ちょっと雨のアイコンが並んでいるところが多くなっていますね。広い範囲で傘の出番となりそうです。西から順番に見ていきますと、那覇はですね、明日も日差しが届いて厳しい暑さが続いてしまいそうです。こまめに水分補給をして熱中症にご注意ください。で、九州や中国、四国各地日差しが届くところが多くなるんですが、山沿いを中心に午後は急な雨や雷雨に注意が必要です。近畿エリア、大阪など近畿エリアも雲が多くすっきりしない空、雨が降りやすく強まる可能性もあるのでご注意ください。続いて東日本です。東日本も各地で傘の出番となりそうです。北陸や東海エリアも雨が降ったりやんだり、傘必須となりそうです。東京など関東エリアもですね、雲が多く雨が降る可能性があります。関東北部は午後雨が強く降ったり雷雨の可能性もありますので、こちらもですね、お家を出るときに雨が降っていなくても傘は忘れずにお持ちください。続いて北日本です。北日本方面もですね、ちょっと雲が広がりやすくすっきりしない空のところが多くなります。東北は特に南部ほど雲が広がり雨が降る可能性があります。北部は雲が広がりやすいものの日差しが届くこともありそうです。で、北海道も雲が広がるところが多くなりそうですね。札幌も晴れたり曇ったりという状況になりそうです。道東など東側のエリアほど雲が広がりやすく、引き続き太平洋側ほどすっきりしません。少しひんやりと感じそうですので、ぜひ服装で上手に調節をしてください。以上、明日のお天気お伝えしていきました。おしまいにこの先1週間のお天気、週間天気も見ていきましょう。それでは週間天気をお伝えします。まず西日本です。近畿から九州は雲が多くすっきりしない空の日が多くなります。雨アイコンがなくても山沿いを中心に不安定な天気となり、急な雨や雷雨に注意が必要です。沖縄はこの先しばらくはじりじりとした日差しが照りつけて夏空が続きます。暑さが厳しいので紫外線や熱中症対策を万全に。続いて北日本から東日本です。北日本は週前半は日差しも届きますが雲が多い空、週後半は前線が近づいて雨が強く降る可能性があります。また山沿いを中心に天気急変に注意が必要です。東日本は雲が広がりやすくすっきりしない天気が続きます。また不安定な空で山沿いを中心に急な雨や雷雨に注意が必要です。以上、週間天気をお伝えしました。天気お伝えしました、はい。明日急な雨に注意が必要なところ多くなりそうですので、傘を忘れないように気をつけてください、はい。はい、ではここまでお天気をお伝えしていきましたが、ここからはお次のコーナーということで、はいはい、でね、ここで宇野澤さんとまたバトンタッチということですね、はい、一旦ちょっとハーフタイム話していただきます、はい、じゃあまたもう交代が出ちゃったんでねそうですね、はい、じゃあまた戻ってください、はいはい。さあでは LINE ウェザーをお届けしていきましたが、ここからはお次のコーナーです。意識高い系天気イエーイ、よろしくお願いします。さあ、先ほどの天気予報を受けて意識高い系の人が伝えるとどうなるのかというコーナーということで、そうですね、先ほどちょっとアナウンスで気になった部分があったんですけど、はい、ここまでは天気をお伝えしましたって言ったんですけど、ここからも天気をお伝えしますよ。あ、すいません、ここからもですか。あんまりここが天気コーナーっていう多分意識がなかったのかもしれないですね。あれ本当ですか。もうガチンコの天気ですよ。あ、そうなんですね、はい、ここからもということで大変失礼いたしました、はい、失礼しました。さあではですね、はい、今お天気今ちょうどやっていったところなんですけれども、はい、意識高い系天気としては、今日は何をされるんでしょうか。はい、初めてですね、はい、初めてリニューアルしてから意識高い系天気が、はい、意識高い系天気プロフェッショナルにバージョンアップしたんですよ。え、これ変わったんですか。待って待って、ほらプロフェッショナルって書いてあるじゃん。どういうことなんだろうって思ってたんですけど
あ、変わったんですね、これバージョンアップしたんだ。そうですそうです、うん、プロフェッショナルになってさらに意識が高くなってきたんですね。あ、そうなんですね、はい。さあ、その意識高い系天気プロフェッショナルは何をやるのかというと、はい、こちらのコーナーです。はい、どうぞ。じゃん、意識高い系天気クイズ、イエーイ。さあ、それでは、クイズ、はい、そうです、クイズ形式になりました。これはじゃあ答えられた人は意識が高いってことなんですか。そういうことですね、はい。答えたいな。先週は全問正解で全員意識が高い系になりましたんで、今週も頑張っていきましょう。前回よりは今回の方がちょっと難しくなってそうですか。もちろんですよ。じゃあちょっとさらに、前回のはちょっとね本当に簡単すぎたかなと、ちょっと反省したんで。あ、そうなんですね。今日正解したい、なんかその正解したい、正解してされてしまって、はい、その後の天気が、はい、行くの行かないのみたいなちょっと微妙な空気にしてしまったので、うん、今回はしっかり、うん、正解できなくて、うん、その後の補習の天気をやるというそういう流れにしたいと思います。結局でもみんな正解したけど天気はやったんですよね。どうしてもやってくれってみんなが土下座するものなんで、あ、そうですか、しょうがないなってことでやりましたけどね。あ、正解できても素直に喜べないというコメントいただいてますね。さあ、それでは行きましょうか、はい、最初の第1問目はこちらです。丸に当てはまる単語を記入しなさい、うん、〇〇リブート、うんうん、はい。お、ヒントは先週から、まあ、今週、今日も今日あたりもそうですけど、うん、関東の天気がそんな感じでした。ほう、うん、さあ、まるまるリブート、うん、リブートってわかります？わかりません。リブートってあのパソコンをこう再起動するみたいな、ほうほうほう、そういう意味に使われてますね、はい、リブート、うん、さあ、ん？あ？ん？あれ意識高いな、やっぱりみんな。お、もうほぼ全問正解ですね、全員正解ですね。待って、嘘でしょ。早っ、先週からの関東がそんな感じっていうヒントもありますけれども、お、素晴らしい。じゃあ正解いきましょうか、はい、正解はこちらです。じゃん、梅雨リブートすごいなみんな。え、本当にわからないんですけど私説明、リブートの意味を説明されてもよくわからない。いや、一回そのなんかその一気にこう梅雨明けかバーンみたいな、はい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 、東海まで梅雨明けみたいなタイミングで、うんうんうん、あれ関東も梅雨明けしてもよかったんじゃないのみたいな雰囲気がちょっとありました。ありましたね。ありましたところで、はい、先週あたりはあ、やっぱり梅雨っぽいねって、うん、しとしとなんか降ってるし、うんうんうん、なんか寒いしみたいな、うんうんうん、あれがリブート感ですね。あれかあれがリブート感です。あ、はい、やっと分かりましたそう、あ、もう一回梅雨、あ、やっぱ梅雨か、梅雨戻ったみたいな意味か。そうです、ね、はいはい、それが梅雨リブート、うん、てか相当みんな鍛えられてますね。早いね。結構私分かってないんですけどみんな簡単すぎるみたいないや、素晴らしい生徒たちだ。すごい、やっぱ毎回参加してるとみんなどんどん意識が高くなって高くなりますね。置いてかれてますよ私。次こそ頑張りたいと思います。よし、次行きましょうか、うん、次の問題はこちらです。ドン、丸に当てはまる単語を記入しなさい。朝焼け F ほにゃらら、はい、アルファベットが3つ入ります。はい、 F ふんふんです。3文字です。ヒントはサンダーバードです。わかんない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 、テレテテテテレテテテテです。はい、わかんないわかんないわかんないFBI サンダーバードの知識がそんなにもうすでにないそもそも、まあ、そうですよね、うん、知ってはいますけど、ファンじゃないですね。ファックスでもないですね。ファックス送らないですね朝焼けファックスで、ファックス白黒ですからね朝焼け感が出ないですね朝焼け、はい、フライも違いますね。FFA とも違いますね。あ、苦戦してますね皆さん。いや、やっぱちょっと難しかったかな。ちょっと意識を高くしすぎちゃったかな。嬉しそうですね村田さん、すごい嬉しそう。君たちレベルにはまだちょっとね早かったかな。あ、悔しい悔しい、全然分かんない。あ、一人出た。え、
どれどれどれ、すごい、え、マジで出たの、これすげえな。ちょ、じゃあ正解いきましょうか。はい、正解はこちらなんです。じゃん、朝焼け FAB、うん、ファビュラス、ファビュラスって、うん、あのそのね、うん、ワーは素敵みたいな、うん、そういう、うん、そういう言葉なんですけど、はい、これはサンダーバードの中でよく、はい、そのなんかその FAB って使われるんですよ。あ、そうなんですか。会話の中で、はい、なんとかなんとか、じゃあ今から僕が行くよ FAB みたいな、そういう感じで使うんですけどね。へえー、そうそう、いや正解が出るとは思ってなかったな。すごい。そう、FAB 覚えておいてください。覚えときます、はい、これいろいろ応用できそうですもんね。そうですね、うん、朝焼けがすごい綺麗な時に使ってください、うん、はい、で朝焼けだけじゃなくてもいいですよ、うん、夕焼けでもいいですし、うん、朝焼け FAB もそうだし、うん、まあファブでもいいですよ。ファブでもいいですか。まあ普通ファブって言わないですけど、うん、あ、でも、あ、今思い出しました。そのファブで思い出したんですけど、はい、そのサンダーバードの中で、はい、あのお嬢様が乗ってるピンクのリムジンがあるんですけど、はい、あれがファブ1号っていう名前なんですよ。へー、そういえば。ここから来てるんですかね。そうですね、多分そうですね。へー。まあ多分みんな知らないだろうな。うん、みんな知らないんだ。サンダーバードの知識が分かんないですからね。そうですよね。なんでそのうわ今日のあの朝焼け FAB ってこうツイートしてもいいですよ。はい、あ、これから怒られないかな。そしてもう一つ、今日ちょっとね2問正解しちゃったんで、はい、応用問題が1個あります。応用問題、はい、はい、応用問題いってみましょう。どうぞ。じゃん、はい、ほにゃららを書いたら FAB、うん、ヒント収蔵。応用問題、応用ですね、応用問題、うん、これちょっと難しいですよね。あれ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 、ほとんど全問正解かな。あれすごいな、みんな汗いっぱい来てんな。正解いきましょう。はい、正解こちらです。汗をかいたらファブリーズ。そっちかー。そっちかー。あー、すげえなー。あれ、みんななんで分かっちゃったんだろう。ヒントで分かった。ヒントはちょっと大ヒントすぎましたかね。あー、やったーっていうふうに修造さん。やっぱそうか、意識高いな。ちなみにあのファブリーズは FABのスペルじゃないですからね。あ、違うんですか。 FEB なんですよ。あ、じゃあそこちょっと気をつけて。そうですね、はい、間違わないように、うん、そういざという時にやっぱ恥をかかないように気をつけて。そうですね、はい、はい、うん、あ、ちょっとじゃあ正解しちゃったので、今日の意識高い系天気はここまでとさせていただく。いや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 、え、本当にいいの。そうですね、本当にいいの、うん、そうですね、本当にいいの。次のコーナー次のコーナーって、次のコーナーってご当地ほにゃらら。ご当地ほにゃらら、いや、うん、いや、どうだろう。今なんかすごいあのハートがいっぱい集まってるみたいな気がするな。お、うん、ハートがいっぱい集まってたら、あ、村田さんお疲れ様でした。お疲れ様でしたじゃないよ。お疲れ様でしたじゃないよ、うん、この後の天気も仕込んでるんですよ、うん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様って。あれ、ハートが今急増して、お、急増してないな。全然急増してないですよ。あの、ぜひこの後の天気やってほしいって人は今すぐハートを押してください。ハートを押してみてください。あ、ほら来た。あ、来た。あ、すごい勢いで来ましたよ。みんなもうちょっとやっぱ一時期煽られすぎてハート押すことにちょっと疲れちゃった部分あると思うんですよね。すごい増えてる、すごい増えてる。あ、本当だ。あ、すごい増してきた勢いが。じゃあしょうがないですかね。はい、なんかもう、なんかいきなり天気が出てる、はい、あ、急に。じゃあそれでは、はい、皆さんのリクエストにお答えして天気参りましょう。そうだったんだ。輝かしい明日のメテオロロジカル天気予報です。明日は広いバッファーで雨雲のコミットメントとなりそうです。はい、火曜は東北南部から近畿まで温助で雨が降りやすく、傘のコンプライアンスとなりそうです。沖縄はじりじりホットです。九州もミッドサマーな暑さが続きます。午後は熊本や鹿児島でざっと雨の降るスキームです。
四国や中国エリアも日差しストロングで熱中症メソッドが活躍します。山の近くでは雲が急に自分磨きをして雨雲に自己啓発してしまうことがあります。近畿は昨日に引き続いてレッドオーシャン、雨雲のポテンシャルが高く、雷雨のセグメントもあるため将来性を考えて傘が手放せない一日となりそうです。中部もノーティスするなら各地で雨です。関東も外出するなら傘マストな日となります。群馬や栃木では雷雨のリスクマネジメント、リブートされた梅雨で昼間の暑さは和らぎます。関東も失礼しました、関東北部では半袖は寒いというフィードバックもありそうなので、手帳には ADD1 枚、アド1枚羽織るものをとメモしておいてください。東北は雲のシェア率が高く夕方以降は雨でクロージング、折りたたみ傘と向上心をカバンの中に忍ばせておいてください。ラストに北海道、火曜日はユーザー登録数も増えて曇り空です。西海岸では日差しが出てカラッとした体感になります。以上、経営理念とコストパフォーマンスが低い意識高い系天気でした。ありがとうございます。どういうこと、これ途中で出てきましたね。あ、これじゃない、これじゃない、あの梅雨の方、梅雨なんとかの方。え、リブート、梅雨リブート、はい、これ出てきましたね。そうですね、ここかってちょっと思いましたけれども、はい、あ、もう一つの方ちょっと出てこなかったので、ちょっといや、え、全部入れるって言ってないし。何クレームは基本的に受け付けてないです。これどう、これが入ってなかったし、なんか入ってないとダメ的な、ダメ的な感じなの。なんか修造さんのやつとかも入ってなかったですよね。あー、そうか、わかりました。じゃあ来週からちゃんと入れるようにします。いや、もうちょっともやもやしちゃって、もうクレームは受け付けてないですからね。皆さん、はい、以上、意識高い系的でした。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もう大半がもう何を言ってるのか分かんなかったんですけども、詳しくはね、ウェザーニュースのサイトでご覧ください。では、ここからはですね、またまた宇野澤さんに戻ってきていただきまして、はい、ここからはお次のコーナー、うん、ご当地天気予報。さあ、このコーナーではですね、まあ、リニューアルしてから始まったコーナーになりますよね。ある地域にクローズアップして、その土地ならではの特徴や天気に与える影響を解説していくということで、うん、今回は第4回目なんですね。はい、はい、今回注目していくのは、なんとみんな大好き埼玉県熊谷市。こちらツイッターで多くのご意見いただきました。あ、そんなには届いてない。あ、そうか、あのツイートお願いしますね。よろしくお願いします。お願いします、はいはい。まあ、これ私自身も実はツイートしたんですけれども、まあ、埼玉の熊谷といえば、うん、やっぱ暑いぞ熊谷、はいはい、うん、なんで気温がこう上がるのかっていうところが気になっているみたいです。うん、あ、なるほど、わかりました。あの、まあ、内陸だっていうのがあるとね、それで一言で終わっちゃうんですが、ちょっと引っ張ってくださいよ。引っ張ってください、はい、じゃあ行きましょうか。、はいはい、では熊谷市まで行きましょう。はい、はい、ではこちらどん、熊谷市なんですけど、はい、埼玉県ですね。埼玉県の中でも少しこう、はい、群馬に近い方になります。内陸になります。はい、場所としてはこちらの方が、うん、熊谷市、この辺になるんですが、はい、あの、まあ、基本は内陸っていうのはあるんですけど、いくつか、ね、うん、原因があるんですよ。はい、うん、内陸は、ね、海沿いが比べると寒暖差が大きい、特に夏場は日差しを受けるとまともに土が温まってくるんで暑くなるんですが、はい、実はそれ以外のところで風の影響があります。はい、一つは海風って入ってくるんですね。はい、どこから入ってくるかというと、こういう感じで入ってくるんですよ。ここから、はい、でここから入ってくるんですが、そうなると何が起きるか、うん、例えばこれ東京都、東京都がありますね。はい、あと埼玉県内でもこの東京に近いところ、うん、埼玉市、まあ、浦和とかね、うん、大宮とか川口とかさ、うん、こういうところありますけど、はい、この辺は都会のところ、まあ、そうですね、うん、都会のところ、まあ、アスファルトに覆われてですよ。はい、人もたくさん住んでるわけですね。うん、でここ何が起きてるかというとですね、いわゆるヒート
アイランド現象でも起きてるんですね、はい、読めないようにね、色を変えた方がいいねこれね、はい、ちょっと色を変えましょう、はい、はい、この辺に変わっちゃおうかな、ヒートアイランド現象というのが起きてます、はい、でヒートアイランド現象が起きてるというのはどういうことかというと熱がこもってるんですね、これね、うんうん、熱がこもっていて、まあ、この辺がこう熱くなってるわけですわ全体的に、うん、で熱くなっているところに海風が入ってくるので、はい、この熱い空気がですね熊谷にこう運ばれてくるんですよ、これ、はい、これに運ばれてきます、うん、なので、普通の内陸の自然の中での気温の上がる具合に加えて、うん、人工的な暑さが運ばれてくるというのが一つあります、はい、これまず1点で、もう1点フェーン現象というのが起きるんですね、はいはい、フェーン現象はいや日本語で書こうなんでチャレンジしようとしたんですかちょっとスペル忘れちゃったフェーン現象というのがあってですね、はい、これはどう起きるかというと、うん、熊谷なんですけど西の方この辺ね山があるんですよ、こういうふうにこの山が囲ってるんですが、はい、ここをですね風が西風がこう吹き下ろしてくるんですね、うん、これが気温を上げる現象なんですけど、ちょっとこの辺りどういう感じに地形がなっているか見ていきたいと思います、はい、ドン、これですね、ふーっとこう行くとですね、おー、うん、こっちの方からこう来るでしょ、はい、風もこう来ますよね、はい、こう来てこの辺を山からぐーっと熊谷に向かって吹き下ろすんですね、こんな感じ、それもこの辺熊谷なので、はい、風の流れをちょっと書いてみます、はい、そうするとよいしょ、こう来てこうなるんですね、吹き下ろすという形、はい、で吹き下ろすってくると風空気がぐーっと縮むんですよ、うん、縮むとですね気温が上がるんですね、はい、これはねなかなか分かりにくいかもしれないんですが、うん、自転車の空気入れこうやってやる、最近あんまりないかなこれこうやって押すとさ、あの空気が自転車入ってくるやつね、はい、あれってこのピストンどんどん押していくでしょ、うん、そうすると空気入れって熱くなるのね、はい、なぜかというと空気がぐーっと押し潰されていくからなんでしょう、はい、これと同じような現象も起きているということもあって、はい、実は熊谷っていうのは気温を上げる原因が自然のものは内陸で上がるというのが一個と、うん、フェーン現象があるのに加えて先ほど言った東京付近、うん、東京周辺の熱い空気がそのまま運ばれてきてそこに溜まってしまうということがあって、はい、熊谷は暑いぞという形になっております。こういう条件がいろいろ重なっているわけなんですね。はい、うん、ただ今コメント見てたら、うん、館林の方が暑いよとかねコメント、うん、館林の方が暑いって言ってるじゃんっていうふうに水富陽さんがちょっとお怒りなんですけれども、結構やっぱりなんか他にも私のところが一番暑いと言っているところとかって多分たくさんあると思うんですよね、はいはい、で現在その、うん、首位争いをしているのがですよ、はい、熊谷、うん、それから館林もそうですね、うん、あと岐阜の多治見とかね、まあ、最近ちょっとたまにこう一瞬出てきた四万十とかですね、四万十がかっさらっていきましたから ね、 こう1位よね、あれ本当悔しいよね、なんかさ J2 から上がってきていきなりさ優勝しちゃうそんな感じだったよね、そう、うん、多治見かな熊谷かなとかいろいろわちゃわちゃしてたら四万十四万十あれはやられたなって感じもうやられたって思いましたけれども、はい、まあ館林もまあここまで近いとか近いんですよね、はい、うん、館林は群馬県なんですけど、うん、この辺ってさ群馬が飛び出してるんで、ね、埼玉側にピョコッと、はい、でこの辺ですよ、この辺は全体的にやっぱり暑いんですよね、うんうんうん、あとは観測の仕方がどうなってるか、はい、うん、一応気象台の観測なのでロバといってですね、うん、芝が引いてあってですよ、はい、で日陰になっていて風通しが良くて、うん、地上から 1.5 メートルのところで、うん、気温を測るという形になっているんですが、はい、まあ、最近いろいろこう変化してきましてですね、あまりこういう大きい子では言えないんですけど、うん、なんか近くに駐車場ができちゃったとかね、アスファルトで暑いじゃねえかとかさ、はい、まあ、これを言うとですね大変なんですけど、はい、なんかアメダスの間に鶴が巻きついちゃったこともあったりとかね、ああそういうのもあって、はい、そういう環境のところで若干こうズレが出てくるところもあるかなと思ってますけどね。そういうのを考慮すると、うん、じゃあ宇佐さん的に、うん、結局これ一番暑いのってどこなんですかね。まあそういうね最近の変化はあるんですが、はい、ずっと通していくとですよ、平均的にどうかというところを見てくるわけですよ、はい、そうなるとやっぱり今のところはやっぱりこう熊谷なんじゃないかなと思ってですね、
あの時折ね抜いちゃってポンって1位になってる時あるじゃないですか、はい、でもそれはあのなんていうかな、その常時上位にいるわけじゃないんですよね、はい、うん、たまたま下位だったチームがポンと上に行っちゃう時ってあるでしょう、はい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 、で熊谷は常に上位なんですよ。あ、なるほど。平均的にこう常に1位、うん、2位っていうのを争っている、はい、ということも考えると、うん、やっぱ熊谷なんじゃないかなと思ってますけどね、うん、なるほど、うん、多治見とかはどうなんですかね。多治見ね、うん、多治見も割とやっぱり暑いイメージが ね、ありますし、多治見は岐阜県内なのでこういうと、まあ、少しこう本当にこう山の中の方に入っていくんですが、うん、はい、やっぱりね、そこは今度はどう何の争いになるかというと、はい、海風なんですよね、うん、ヒートアイランドの話をしました、はい、東京対名古屋なんですよなるほどなるほどね、東京1300万人ですよね、はい、名古屋が260万人ですよね、はい、でこれを考えるとやっぱり東京の方が今現在強いんじゃないかなと。ああ、大阪とかは大阪ですか、うん、まあ、大阪現在大阪市は250万人ですよ、確か、うん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 、もうちょっとあったかな、うんうん、で大阪の場合はですね、ここ風が吹き抜けるんですわ、はい、でここに琵琶湖というのが滋賀にあってですね、うん、ここから淀川という川が流れてるんですが、うん、そいつらがですね全体的に下げる、気温を下げる傾向があってするんですね、うん、なので、あの戦いとしてはやはりこの東京を持っているところでの、はい、ここからのあとは関東平野広いんで、うんうん、熱気がぐーっとやっぱり集まりやすいで、うん、北の方でブロックやっぱりかかってます、ディフェンスラインがあるので、そこでねどれだけ、うんうん、熱い空気が溜まってしまうのかっていうのもあるのかもしれませんね、はい、あ、そうそう、あの観測所の位置によって温度差があるからねなんていう風に、水富陽さん、さっきまでこう館林が一番っておっしゃってましたけれどもありがとうございます、怒ってなくてよかった仲間ですか、はい、そうですよね、はい、チームと同じグループ、埼玉と同じグループでしたから、はいはい、関東のね、暑いところのね、うん、でも確かになんかこう、私は埼玉出身で、うん、まあ、熊谷の陸上競技場とかで学生の時に走ったりしたことありましたけれどもはい、はい、暑くて暑くて、なんかもう本当にあのクラウチングスタート後こう起き上がったらこうクラッとなったことがそうね、タイムに多分影響が出たんじゃないかと思うんですけど、 あると思います。あの熊谷の気持ち本当暑くて、はい、あの一度あったんですよね、大宮がアルディージャが一度ホームゲームを熊谷でやったことがあってですね、はい、そこで鹿島が行ったことがあるんですけど、はい、基本鹿島はあの関東の中でも比較的涼しいところなんでね、はい、その暑さで結構辛い戦いを強いられたこともありましたけどね、はあ、うん、やっぱ暑いところだとスポーツも大変ですよね。大変だと思います、うん、はい、あとクラウチングスタートのこのタイミングで鼻血が出たことこれでいや、あれは大変でしたねだからもうあのスポーツする方はですね、ぜひあの体調管理はねしっかりとしていただければと思います、はい、ということで今回は、ご当地天気予報第4回目で埼玉県熊谷市に注目していきました、はい、これも随時募集中なんですよね。随時募集中です、はい、ツイッターで、こういったご当地天気予報を皆さんに、伺っていますので、何かここのこんなお天気を教えてと気になるものがありましたらツイートしてください、はい、お願いします。ハッシュタグをつけてツイートすればいいんですよね、うん、ハッシュタグご当地天気予報、はい、予報いらない、ハッシュタグご当地天気でツイートしていただきますと、それが今後番組で採用される可能性がありますので、皆さん何か気になるところ教えていただければと思います。それではご当地天気予報のコーナーお届けしていきました。さあでは、そろそろですね、終わりの時間も近づいてまいりました、はい、ここからはお知らせの時間とさせていただきたいと思います、はい、7月28日今週の木曜日になりますね、はい、はい、なんとなんと水亀座デルタ流星群が極大を迎えます。皆さん流れ星見たことはあるでしょうか、はい、これに合わせてですね、うん、LINE ライブでは超高感度カメラ、カラーカメラで捉えた水亀座流星群が流れる様子を生中継でオンエアいたします、はい、ぜひ皆さんも楽しみにしていてください。でこちらはですね、放送時間が7月28日木曜日の21時から24時、うん、はい、
7月28日木曜日の21時から24時の予定ですので、お時間のある方ぜひご参加ください。なんだとすげえおーってコメント来てますけれども、たくさんの流れ星がこうカメラに捉えられると嬉しいですよね。はい、こちら時間があったらソライブ24ならではの流星の楽しみ方をレクチャーってコメントいただいてますけれども、ソライブ24の流星特番はちょっと、ちょっと変わった番組ですもんね。ちょっと変わってますね、今シーズンまだ第一節しかやってないのかな、あ、プレシーズン間違ったんだ、違う本番あ、わかりましたペルセウスから、ペルセウスが第一節、あ、分かりました。あ、なるほどなるほど、結構ね、あの流れ星を見ることができたら、ソライブ24ではゴールって言ったりとか、ね、ゴールって言ったりとかですね、サッカーに例えてね、そうですね、はい、あのまあ、各地でこう観測するわけですけども、そのフォーメーションが毎回変わってきますから、フォーメーション、それが、ね、大変なんですよ、やっぱ雲の入り方、でその時にどこを強化するか、例えばサイドバックが上がっていくのか、それともボランチの方での球回しがポイントになってくるのかとか、まあ、その辺のところがソライブの方では星を見る時に一番重要なんじゃないかなと思ってすいません、ちょっとよく分かんなかったですか、ね、今回はどういうフォーメーションなのかなって気になってる、ね、タッキーさん気になってるの、7月28日ね、こうよく晴れて流れ星、観測日和になるといいんですけれどもね、ぜひ皆さんもですね、まあ、実際の空を見て晴れたら、空を見ていただきたいですし、もし雲が広がってしまったら番組で一緒に楽しんでいただきたいですね。はい、はい、ということでお知らせお届けしていきました。さあでは、いい時間になってまいりましたので、はい、そろそろエンディングの時間です。エンディングの時間ですね、はい、あ、では最後はですね、意識高い系天気のコーナーでおなじみのあの方も交えてエンディングに行きたいと思います。それでは村田さんです。はい、よろしくお願いします。今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。最近思うことの一つとして、構成表では僕の出番が、21時10分からになってるんですけど、どう考えても25分ぐらいまで伸びてるんですよ。おお、あれと思って、なんかちょっと外されつつあるのかな、あれと危機的に思ったりするんですけど、そんなバカな、あ、本当だ、21時10分だ、宇宙になってるでしょ、本当だ、今日出たのは25分ぐらいでした、僕、でしかもなんか全問正解でかなり短く、結局やりましたよね、結局やりましたよね、結局やりましたよね、はい、ハートをたくさんいただいてありがとうございます。ハートをいただいたおかげでやることができたということで、そうですね、はい、でもさっき教えていただいた言葉もうちょっと忘れかけてるんですけど忘れないで、梅雨リブートと、あ、これだ、梅雨リブート、梅雨リブートと、朝焼け FAB、 はい、朝焼け FAB、 そうですね、はい、これ使わなきゃ、これ使わなきゃね、そうですね、汗をかいたらファブリーズ、そうですね、ファブリーズ、ファブリーズ、はい、この3つをじゃあちょっと今後取り入れてぜひ取り入れてください、はい、はい、使える、明日まで覚えてられる自信がないですけれどもね、大丈夫です、また明日教えてあげます。あ、ですか、忘れられなくなるまで教えてあげます。忘れられなくなるまで、はい、そうですね、自然と、ね、あの出てきちゃうかもしれないですね。そうです、はい、それが意識高い系ですか、ね、意識高い系ということで、はい、皆さんもぜひ使ってみてください、はい、いや、今日なんか地元ネタになんかこう、花咲いてましたね、また。あ、そうですね、埼玉ネタで、埼玉出身ということで、僕もあの埼玉に住んでたんで、はい、埼玉ネタはいろいろありますよ。お、はい、やっぱり待ち合わせは豆の木で、豆の木あれ豆の木、あ、僕はあの所沢の方だったんで、はい、待ち合わせは山田うどんとかそういう、山田うどんなんて言ったらもうどこの店舗か分かんなくなっちゃう。埼玉いっぱいあるんですから、山田うどんが。そうかそうか、どこの店舗だろうってなっちゃう、小手差し店ですね、小手差しですね、はい、埼玉行ったことないなってコメント来てますね、行ったことない方いらっしゃるんですね。ヤンキー車がいっぱい走ってます、はい、走ってないですよ、走ってないですよ、走ってない、走ってない、ブイブイ言ってます、ブイブイ、いやいや、そんななんか悪い人いないですよシャコタン、みんな優しいですから
あとは風が語りかけますっていうと、うん、みんなうまい、うますぎるっていう全員言えます。本当全員言えます。じゃあ駅前でこうインタビューしても言えます、言えます、言えます。そうなんだ、はい、の埼玉のローカル CM なんですよ。風がうますぎる、ちょちょちょ混ぜないで。え、何でしたっけ。風が語りかけますって言うと、うまい、うますぎるって言えます。なるほど、はい、それは何の商品なんですか。十万石まんじゅうです。あ、うん、なんか聞いたことありますね。十万石まんじゅう、十万石まんじゅう、はい、ご家宝は知ってるけどね。あ、美味しいですね。美味しいね、うん、うんうん、いろいろありますよ、埼玉も。埼玉名物、うん、ピンとこないですね、はい、埼玉名物。え、草加せんべいとか食べたことないですか。あ、草加せんべいね、うん、そうか言うか言わないか迷ってしまった自分が多分範囲ですね、今ね。すごい中途半端に言いましたもんね。あ、埼玉 VS 千葉。あ、あの、でも埼玉と千葉は結構仲間みたいな感じで私は考えてます、うん、あ、千葉側がどう考えてるか分かんないですけど、僕はあの千葉側はね、群玉うん、対千葉らぎっていう戦いを知ってます。ああ、そう。そうね。あそこが合併してるっていう。群玉はよくこう群玉くくられるとかありますね。うん、千葉らぎもね。ありますあります。ね、うん、そうなのかって。群玉の方はなんか可愛らしい。可愛いですよ。千葉らぎはすごいなんか悪そうな、そう、発音ですよね。うん、あ、自分ね、もう思いっきり千葉らぎエリアなんでね。そうなんですよ。そうですよね。あれ境ですか。あ、そうですね。一応ね、あの成田の壁というのが割りではなくて、成田より東側というのがですね、はい、千葉らぎエリアと書いていて、あそこでサポーターが分かれるんですね。ほうほうほう。あ、成田の壁より東側は鹿島のサポーターなんですけど、うん、それも西は柏のサポーターで、南はあの千葉市原のジェフのサポーターとか、千葉県内実は分かれてましたですね。その鹿島エリアっていうのはどっちかというと千葉らぎエリアと呼ばれてますね。変わってくるんですね。あ、千葉にはディズニーランドと空港が。あ、そうですね。あ、埼玉、埼玉には何があるの。埼玉には、ね、スーパーアリーナがあるじゃないですか。あ、埼玉スーパーアリーナ、埼玉スーパーアリーナ、うん、そうですね、太鼓叩きましたね、太鼓ね。大宮ソニックシティがあるじゃないですか。大宮ソニックシティ、ね、シティか、大宮ソニックシティがありますよ。普通のホールでしたけどね、うん、違いますよ。めちゃくちゃ普通のホール、あんなに大勢の前で太鼓を叩くって。シッパーは幕張メッセか。幕張メッセ確かに大きいですね。埼玉なんだろうな、埼玉の世界一って何ですかね。日本一でもいいですけど、埼玉はでもなんか一番意外と多いんですよね、うんうん、何気に死の数日本一って歌が。え、そうなの。、はい、あ、そうだ、はいはい、そうそうそう、死の数が一番、一番多い、すごいね、うん、あ、そうなんだ。じゃ あ、 あ、住んでる人が多いんだ。区切ってる、数と区切られてるんですよね、うんうん、そうだ埼玉っていう歌の歌詞なんですけど、そうだ埼玉、そうだ埼玉っていう、はい、うん、歌があるんですけれども、うんうん、へーって声だけ。これ埼玉の人いないんじゃない。いない、全然なんか共感してもらえない。キャスター陣の中では、はい、埼玉が一大勢力にはなってますよね。多いんですよ、多いんです、多いんです、はい、うん、なんで美女が小松菜、うん、小松菜埼玉の埼玉小松菜1位、深谷ネギじゃなくて、ネギじゃなくて、あ、埼玉、そうなんだ。あ、改正の日数、これはなんか、それはね、よく言われますね。言われますよね。言われます、言われます、うんうん、あ、埼玉晴れてるんだ。晴れてる、改正日数も多いって、うん、熊谷で測ってるかな。あ、そうなんですか、うん、晴れて暑いんですかね。暑いかもしれない。埼玉市ってひらがな、ひらがな、ひらがな、頭悪くて。違います、違います、玉が高い、違うよ、だからひらがなにしたの。違いますよ、何言ってるんですか。埼玉、あ、そうなんだ。いい高校とかあるんですよ、裏校とかあるんですよ。裏は南ってやっぱり、ね、天才が行くとこですよ、そうそう、天才が行くところ、裏校は、そうなんだ、うん、そうです、そうです、浦和一律とかさ、そうですよ、浦和南と、浦和南って昔、あの赤きチームイレブンって漫画があって、アニメがあって、はい、その時の、ね、主人公がその
浦和南の選手をね、はいはい、こうなんていうのモチーフにしてねやってやる番組だったんですよ。赤き血のイレブンって、うん、ありますよね。暴力もサッカーですよね。サッカー要素、あ、イレブンが入ってる。イレブン赤き血のイレブン。もう血だらけ。結構でもそのアニメのその舞台になるんですよ埼玉って。え、うん、そうなんだ。そうなんです。そうなんです。何が？クレヨンしんちゃん。ああ、そうか、うん。確かに。あと私の大好きなとってもラッキーマン。埼玉なんだ。越谷に宇宙人が攻め込んでくる。そうか、毎回宇宙人が越谷に来るの、うん、ピンポイントで来るの、はい、うん、あといろいろあるんですよ、うん、あの花とか、うん、あの日見た花の名前をなんたらとか、うん、うんうん、そうなんだ、うん、稲中卓球部とか、あれ埼玉なんです。そうなんだ、うん、いろいろありますよ。稲毛だと思ってた僕。稲中卓球部、はい、そうそう、あの舞台になった、あの元になった学校が埼玉にあるんですよ、うん、そうなんだ。いや、うん、今の話聞いてると大体バカそうだね。違いますよ。なんかね、暴力でサッカーしたりとか。しない怒られますよね、今日はちょっと埼玉の魅力をお伝えできてよかったなと思います、うん、はい、来週も楽しみですね、うん、はい、ただこのご当地天気予報のツイートがとっても少ないというふうに噂を聞いていますので壊滅的ですよ。壊滅的ですね。壊滅的です、うん、はい、先週はまだ2通来てて、うん、2択だったんですけど、はい、今週1通になったって。一択です。今送ったら 100% 採用されますよ。じゃあ今、うん、今ツイートしてください。はい、今ツイートお願いします。ハッシュなんだっけ。ハッシュご当地天気、ハッシュご当地天気で、ご当地天気、はい、もうつぶやきなさい今。今すぐお願いします。はい、はい、ね、そこで来週のご当地が決まりますんでね、うん、だいたいあのご当地に選ばれたところはディスられるって感じでね、進められてますね。ディスられるんですか。埼玉散々でしたね。いや、ね、こんなに大好きなのにみんな埼玉のことが、うん、大好きだよ埼玉。アイリーンのせいかもしれないね。嘘。埼玉ね、あまりこうね、ネタっぽくはこう上げすぎるから、ね、みんなそうなっちゃってるのかもしれないですね。おかしいですね。ちゃんと褒めますんで、はい、褒めてくださいよ。ちゃんと天気で褒めますんで、そうですよ、ぜひ送ってください。大丈夫です、はい、よろしくお願いします。はい、さあでは、ここまでですね、はい、LINE ライブウェザーニュースお届けしていきました、はい、こちらですね、毎週月曜日21時からお届けしていますので、はい、来週も行います、はい、この番組は毎週違うお天気お姉さんが登場します、はい、次回の8月1日月曜日のキャスターは、うん、私たちのシフトまだ出てませんので決まっていません。誰が出るか楽しみにしていてください、はい、それではまた来週も参加よろしくお願いします。以上 LINE ライブウェザーニュースでした。それではまた来週。また来週。